これめっちゃうまい。歯なくても食える。どうも、夫婦の時間秋代です。みんなやってるということでございまして、本日は缶詰であるパート2でございますね。前回はね、結構ベタな缶詰、サバの味噌煮であったりとかね、まあ、イワシであったりとか、牡蠣のね、高いの食べましたね。そういう500円くらいするね、カルディで買ってきた、ミキオにも怒られた記憶がございますが、高いのももちろんありつつ、あら、あんまこんなん見たことないなとか、こんなん初めて食べるなっていうのを見繕ってきました。それでやっていきたいと思います。本日のお酒、おビールではございません。こちら、ダイアメ。これ一見、焼酎っぽくないですよ。なんかおしゃれな、またパッケージでという、まあ本格焼酎と書いておりまして、原材料はサツマイモです。芋焼酎になるんですかね。独自の熟成法で十分に香気を引き出したサツマイモ、香熟芋を使用していると。みずみずしいライチを思わせる甘い香りが膨らむという、創業150年の技の結晶から生まれた一品でございますと。なんで僕これ買ったかというとですね、ツイッターでフォローしております、センベロネットさんという方が非常におすすめしている。ね、よく登場します。僕も飲みたいな飲みたいなと思って、近所のスーパーにフラフラしてたら置いてたんですね。ぜひ炭酸割りでどうぞとポップに書いてあったんで、ちょっと炭酸割りでいただきたいと思います。はい。どんな感じなんでしょうか。あ、匂い嗅いでみ、匂いやったらいいでしょ。芋でできてるとは思われへんわ。え、本当だ。ライチだよね、うん、何これ、不思議。でも確かに芋と聞いてライチやけど、一発目くんの、あ、芋くるねっていう、後からね。ちょっと濃いめでいこうか。いや、これは楽しみですね。芋焼酎といえばやっぱり黒霧島、どこのお店にも置いててね、非常に飲みやすい。炭酸はね、氷に当てないように。当たってますね。まあ仕方ない。なみなみ行こう。ちょっと多めに入れちゃったから。さあ、これで、ちょっとすいません。まだ使っていないお箸がありますんで、これで。チュンと。はい。いただきます。おお、さらに炭酸で割ることによって、なんか、より芋の匂いは抑えて、ライチが際立ってくるような、そんな匂いですね。いただきます。ほー！いや、もっと濃くてもよかった。俺結構濃いめに入れたよね。言うても。混ざってないだけか？めっちゃうまい。これ芋？あ、でも、芋やわ。最初はライチですね、本当に。後から芋。あ、言われたら芋っていう感じ。はぁ、美味しいね。これだいぶ濃いめでもうまいよ、これ。濃いめおすすめ。言っても25度ありますけど、アルコール度数。感じないね。これは美味しい。じゃあちょっとこれやりながらね、缶詰いきたいと思います。まずは、ニッスイのマグロステーキ。マグロフレークとかね、マグロ醤油漬け。こんなんはよう見るんです、ベタでね。マグロステーキ。メバチマグロしようと。お弁当、おつまみ、おすすめのもう一品という。まあ、お弁当にもどうぞ入れてくださいというぐらいですから、自信あるんでしょうね。オープン。よいしょ。お、これは、結構でかいの入ってるぞ、これ。でかいですよ、結構。一個が。お皿に出してみましょうか。うわっ、ちょっと今崩れちゃったけど、これほんとだ、マグロステーキだこれ。あ、今ねこのおソース舐めたけど、いいね、このおソースだけでいけますね、いっぱいね。うん、いただきます。うん、うん、うまい。
これいいね。やっぱマグロ醤油漬けとかやと、もうフレークにね、うん、なってるから、案外こう肉肉しさ感じませんが、これはもうこの、なんて言うんですか、これは。一枚。これ、丸ごと。これはいいですよ。うん。肉感がやはり楽しめる。うん。ちょっとここにですね、僕はね、一味。一味ちょっとパッパとかけて。一味をポンポンとかけまして、絶対に合う。で、しかもね、一応今回は、まあ、缶詰やから、常温で特に温めてません。全然美味しい。うん。あ。一味合うねこれ、マヨネーズとかも合うかも。このちょっと照り焼きっぽい味にね。これはね、いいですね。うん。なるほど。これは素晴らしい。ただ、やはり、缶詰です。言うてもね、いっぺんに口に入れると、非常に、口の中がもごもごします。はい。ちびちび行きましょう。おつまみにね。うん。いや、うまいね。さあ、続いてはですね、鶏皮味噌煮。広島、呉名物と書いてます。鶏皮の味噌煮が有名なんですかね。まあ、プルプルコラーゲンと。女性にも嬉しいですよね、これは。これちょっと初めて見たんで、鶏皮の味噌煮の缶詰。オープン。お！はいはい。一見、結構、これ、コラーゲンでしょ、これ。ついてんの。この、縁とかに、プリプリなってんの。あらら！何が入ってんの？鶏皮もちろん入ってます。てか、すごいわ。これ、これとか全部コラーゲンでしょ、これ。お肌ツルツルや、明日。秋代のお肌が。どうしましょう。ちょっと一応こう出しますね。これとかだから、ね、それこそ、あ、こんにゃくとかも入ってますね。こんにゃく、鶏皮。もつの代わりにこう鶏皮みたいな感じなのかな。うん。より美味しいでしょ、温めたら。いただきます。温めなくてもうまい。これめっちゃうまい。めっちゃ美味しいよ、これ。うん。鶏皮も、見てこのでかいの。これ。切り忘れたんかっていうぐらいでかいんやけど、この鶏皮。いただきます。でかいのね。うん。ぶち柔らけえわ。すみません。広島なまりが出ました。めっちゃ柔らかい。鶏皮。煮込み倒しとるね、これ、鶏皮を。鶏皮嫌いな人のよく言うのはね、ブニブニしてて噛み切られへんとか。あ、食感があんま好きじゃない。言いますが。想像してる鶏皮じゃない。めっちゃ柔らかい。一瞬で噛み切れる。てか、歯なくても食える鶏皮、これは。これも一味っしょ。これも。今、ミキオが鉄分をね、補給してます。サラサラサラという音が、何かこう、聞こえるなぁと思ったら。妊娠後期ですから、もう、ミキオはね。もう、いつ陣痛が来ても。ちょっとまだ早い。まだ早いか、それには。もう間もなくね。でも。ん？一味かけたら、これ正解やね。うん。これまた買います。これうまいわ。あ、書いてるね。温めると煮汁がとろっと溶けて美味しくお召し上がりいただけますって。やっぱ温めた方が美味しいんだ。でも温めなくても十分うまいけどね。めっちゃ合うよ、これお酒に。さあ、そして最後。缶詰、コーンビーフユッケ風と。これはミキオが買ってきたのかな、確か。なんかで頼んだんだよね。ウーバーかなんかで。これ高かったよね、確か。なんか高かったような気がすんのよ。まあ、多分シリーズであるんです、缶詰ってね。いろいろ。僕は初めて見ました。
いいですね。この、これはね、すごく華やかで高級感あふれるんですが、中はほら、ギンギラギン。これがいいですよ。よいしょ。コーンビーフ、ほら。コーンビーフもうまいのよね。まあ、コーンビーフにはね、マヨネーズつけたりして、普通のこう切っていくやつね。マヨネーズつけて食べたりしましたが、これはもうユッケ風。ごま油や豆板醤を効かせてユッケ風に仕上げましたと。ビールや焼酎、ウイスキーによく合います。そら合うでしょ。焼酎。ね。ちょっといただきます。どんな感じだ。あー、でもコーンビーフですね、こうすくうと。いただきます。ごま油の匂いするわー。うん、豆板醤とごま油の匂い。これめっちゃうまい。これ缶詰、これめっちゃうまい。これちょっと、パリ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 ーじゃない。今ミキはチョコを食べております。チョコのあの包み紙を開ける音ですね。パリ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 ーっていうのは拾ってるやろ、これ絶対今の音。これめっちゃうまいわ。これだからご飯の上乗せてね、飲まれへん人これを、で卵黄だけポンって乗っけて食うたら、これご飯ね4杯いけるよ。これはやばい。これチビチビいきながら、いや鶏皮とかあのマグロもすっごい合うなと思ったけど、これやばいね。これ高かったような気すんのよな俺。基本こういうの高くない、このデザイン、箱に入ってて400円ぐらいしたと思うよ俺。うまいもん。いやこれも決して安いわけじゃないのよ。これも300円400円すんのよ。これすごい。一番ちっちゃいし、これチビチビいきなら最高です。いやーちょっとあっという間にいっぱいね、ちょっと空いてしまいましたが、いやこれマグロステーキも味付けはね、でもやっぱこう缶詰の味付け、マグロ醤油漬け、マグロフレークの味付けに近い、だから想像通り、でも想像通りが欲しなる時あるじゃない。うん、マグロステーキでも食感はすごいよ、やっぱ塊でおるから。あとこの鶏皮味噌煮、これちょっと温め直して食べたいと思います。このままでも十分うまい。うん。で、何よりこれ、缶つま、ユッケ風コンビーフ。これはやばい。ちょっと、ゆっくりね、この3品、今からね、これ終わりで、もう早く、一人の時間で、ちょっとやりたいので、今日はこの辺でお別れです。いや、缶詰素晴らしいね。ちょっとまた新しいの出たら買っていきたいと思います。はい。ということで、本日は以上でございます。チャンネル登録、お願いしまーす。